ハロー YouTube、 どうもこんばんは、エプです。いつもご視聴いただきありがとうございます。今日も元気よくやっていきましょうということでですね、先日行きました TM ネットワークのインテリジェンスデイズ、デイズ39の方ですね。私行きました。 K アリーナ横浜、でかかったっすね。初めて行きましたけど、いや、あんなでっかい会場ちょっと、いや、横アリよりもでっかいのね、やっぱね、すごいよ。で、あれできた時なんか出る人たちのでなんかもう全然出れないみたいなね、報道があったんで結構ビビってましたけど、2時間ぐらいかかったとか。まあわりかし今もうスムーズに流すような形でね、多分工夫されてるんだと思いますけど、まあ規制退場と相まってね、まあわりかしスムーズに帰れたかなとは思います。はい、そんな2時間とかそんなかかりませんでした。で、K アリーナ横浜は、今度は8月にですね、セカオワのね、ライブあるんでね、そこで撮ってあるんで、その時にまた行く、まあ、予行演習だったんじゃないかなと思いますけどね、行き方とかね。全然難しくなかったですね。はい。P アリーナ MM と、まあ、あんま変わんないところで、駐車場も決めれましたんで、よかったなと思います。そのね、TM ネットワークなんですけど、実はまあ、本当は、東京ガーデンシアターの方でね、私、そっちはプレリクで撮ってたんですけど、あまりにも良かったんで、で、なおかつ、K アリーナ横浜がまだ撮れるっていう状況だったんで、すぐチケット買いまして、まあ、休みも確認、まあ、たまたま休みだったんですよね。ラッキーなことに。いや、本当ラッキーでした。で、これは見たいなと思って、同じものでもね。うん。で、まあ、妻も結局、最初は、東京ガーデンシアター行くって聞いたらいいって言って、で、まあ、横浜行くんで、まあ、一緒についてきて、まあ、買い物でもしてれば、みたいな、俺、ライブ行ってる間、とか言ったら、やっぱ私も行きたいみたいなこと言って、まあ、当日券出てたんで、妻もね、一緒に見て、まあ、席全然違いますけどね。まあ、でも、同じレベル7だったんで、まあ、俺もほら一般発売のやつを買ってたんで、そんなにさほどいい席とか関係なかったし、まあそれでもね、最新の設備なんで、プロジェクターっていうか画面の方もね、前方にあるだけじゃなくて結構ちゃんとレベル7とかの高さに合わせてもう一個あったんで、わりかし見やすかったですよね。うん、全部全方位真正面向いてるんで、サイド席とかないですから、まあ、これはこれでありかな。またピアアリーナ MM とちょっと違った感じなんですよ。あっちはもう四角く作ったって、まあ、どっからでもまあ同じ距離みたいな、ね、コンセプトで作ってるんだけど、まあそれはまあ、よしよしありますけどね。まああれはあれで良かったなと思います。音響も良かったですよ、本当に。うん、すごい良かった。で、まあファイナルということでね、Days 39の方と、まあ40とあったんだけど、まあ、最後の最後はちょっといけなかったんですけどね。それでもサプライズがあって、タッグ松本っすよ。いや、俺今年ねビーズのライブないと思ってたんで、まあ、実際にはあるんだけど、後から申し込んでんだけど、今ねその時点ではもうないと思ってたし、あー松本と稲葉さんのソロしかないんだな今年はと思ってて、まあちょっと今年の夏はちょっと残念だななんて思ってたところに、いきなり TM でもう盛り上がってたところにタック松本っすよ。ほんとサプライズでしたね。びっくりしちゃって大声出しちゃいました。本当にすごかったです。もう最高でしたね。幸せでした。もうあんなサプライズもうびっくりしました、本当に。もう、大好きなものが、もう TM も好きだし、ビーズも大好きなんで、それがもう一緒みたいな感じじゃないですか、もう。まあ、ビーズじゃないんだけどさ。最高でしたね。そんなわけでですね、私、こちらの方を買いました。今日はね、まあ、その動画なんですけど、ちょっと前置き長くなっちゃったけど、こちらですね。ゲットワイルドコンティニュアルって思うのかな。まあゲットワイルドはまあいろんなものバージョンが存在してるんで、もうこれだっていうのを決めるのは難しいんですけれども、まあデビュー40周年のね、ネットフリックスの映画シティハンターのエンディングテーマということで、
これあれだね、実写版のやつだね。完全生産限定版ってクリアレッドビニールっていうバイナルって呼ぶんだ、バイナルね、うん、なんですけど、こちらの方を買ってみました。本当はね、アルバムとかで、まあ、ベスト版みたいなものがあればね、アナログも欲しいなと思ってたんですけど、まあこちらの方を買いまして、これ結構高いね、これ2200円もするんですよこれ私が昔買ってた時は、子供の本当の子供の頃は、EP レコードは500円、でちょっと中学生ぐらいになって700円くらいだかな、で CD シングルっていう形になって、あの8センチ CD、ね、あれで1000円と、まあ、だんだん高くなっていったなって感じ で、こちらに今あるのがゲットワイルド、一番初めに買ったやつですね。これはもうオリジナルの、これいつなんだろう、これもう700円です、これこの頃はね。これだから多分ね、俺はね、高校生か中3、まあ、多分高校生の頃買ったんだね。うん、でこれなんでレコードだったのか未だにちょっと思い出せないんだけど、あのテレビの歌番組で初めてなんか TM ネットワークが出るっていう時あって、したらもうその番組たまたま見ることができたんですよ。まあ録画もしてたんだけど確か。でしたらもう小室さんの周りがすごいシンセサイザーがあって、98で、まあ、PC9801 ってやつのね、で動かしてるっていう。でその外側にはグランドピアノがあって、グランドピアノが勝手にこう遠隔でこう弾かれてるみたいなね、まあさ、あの曲が始まる前にこうデモンストレーションみたいな感じで、その映像も多分ビデオ残ってないんだけど、実家帰っても多分まあないでしょうね、もう何のディビデオテープに撮ったか忘れちゃったし、まあ、それを録画して見て何度も何度も見て、確かね、うつはね、歌詞間違えてた時だったんだよな、なんか下に歌詞がバーって字幕で出る歌詞とちょっと違った、テレビ初登場とかなんだか言ってたんで、初登場って言ったかな、なんか、でまあこのゲットワイルドは初だったんじゃないかな、うん、その後も、今ほど情報なくてね、インターネットだって当然ないし、もう昨日の見たみたいな、昨日のテレビ見たみたいな、そんなノリですよ、昭和だから。で、そもそももうこの、エコーチェーンっていうのがもうないからね、多分っていうか、ないよ、これ、多分。もう俺はもうここのレコード屋でばっか買ってたから、小学生の頃から。500円玉握りしめて、もうだから結構音楽は好きだったのよ。なかなかいないよね。自分のお小遣いでレコード買うガキってそんないないと思うんだよね。おもちゃ買ったりとかゲームやったりとかね、お菓子食ったりとか、まあ大体そうなもんだろうけど、俺一番最初買ったのはもう銀河鉄道999の佐々木さんの曲ね。うん。だけどまあ今度レコードの紹介もしたいなと思うんだけど、もうジャケもないんだよね。もう子供の頃だったしね。うん。家のレコードプレイヤーもなんか親父が残していったやつなんだと思うけど、は針圧新圧ってのね、圧も適当だし、なんならもうだから、その重りの、子供の頃分かんなくて重りのバランスが悪くて、ズズズオートリターンなんだけど、ズズズってなっちゃったんだから、ズってなる前にいちいちこう外してたんだけど、大きくなったら、あ、これはバランスが違うんだと、ウェイトのね、だからそれで治ったっていう。まずその後にもコンポ買い替えた、買ってもらったんだけど、学年5位以内に入って、あ、ケンウッドのフルコンポをね買ってもらいましたけど、ロキシーの、はい、まあそんな思い出もありつつもね、まあゲットワイルドこれも何回も聞きましたし、もうすごいかっこよかった。でこの後に、まああとはもう CD ですよね、ギフトフォーハンクスだとかゴリラとか、もう全部ほとんど持ってます。はい、それで中でわざわざまたゲットワイルドコンティニュアル買うかっていう、まあこの時代にね、レコード、まあめんどくさいっちゃめんどくさいんだけど、まあ1枚持っててもいいかなと、まあここにもあるんだけどね。で、まあ、こちらの方なんですけど、ここに書いてある通りクリアレッドバイナル、いやー、なんでこんなかっこよく作っちゃうんだよな、もう
これ見ただけで俺欲しくなっちゃったんだよね。ちょっとごめん。これね、見ただけで、ああでもやっぱ時代が違うよな。やっぱなんかかっこいいな、もうあのフォントとかね。いや現代風っすよ、ほら。まだ聞いてないけどね。うん。これもうね、昨日楽天ブックで届いて、あの破損してないかどうかだけ確認のために、あの外装の段ボールは取ったんだけど、今これで初めて開けました。うわ綺麗だな。おい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 、はい、聞きたいですね。まあ YouTube で聞いてるから、まあ同じ音なんだけど、あこれはまたなんすかこれ、この CD によくついてるようなあの帯みたいな後ろのね、あんなの感じで、おお、オリジナルの発売日1987年4月8日、これですよ、これ、これだ、ゲットワールド89、これドレスで、ドレスの時のやつだと思うけど、俺はドレスで聞いてたけど、シングルもカットされてたのね。で、これは何？なんだろう、これ。これはちょっとよくわからない。あの、なんか、ゲットワイルドだけを集めたやつでもないし、なんかまあでもゲットワイルドのリメイクみたいなやつなのかな。うん、いやいやいや、やっぱね、でもね TM ネットワークね、やっぱねほんとね聞くといいっすよね。あーこれもう変わらないよね、もうね、ここはね、はい。で B 面はゲットワイルドコンティニュアルバッキングトラック、まあまあカラオケみたいなやつだね。うん、まあ、今皆さんスマホで聞くんでね、カセットテープとかも聞かないと思うから、まああの A 面 B 面って何のことやと思う人もまあ中にはいるのかな。 CD に A 面 B 面ないしね、うん、ディスク1ディスク2ってのはあるけど、まあそんなんでね TM と、まあこれちょっとほんとね、まあ音はね流せないんで、ちょっとそれはちょっとご容赦していただきたいんですけれどもね、こうやってパッて見た時にこれだよこれって思いましたね今ね。はい、いやあの時はねこんなに物はね溢れてなかったけど豊かだったなと思いますよ。これ何回も聞いたからね、飽きるまで。うん、今サブスクだからもうなんかお金払って聞くっていう感じじゃないから、まあいろんなもの聞けて幸せなんだけど、あこういうのあったとか、まあリトグリとかも本当そういうパターンね、こんな曲あったのみたいな、いや本当衝撃が走りましたね、好きだとか聞いた時にね、あれおすすめみたいな、今日のおすすめみたいな、なんかたまたま聞いたんだよね、何これみたいなね、そんなのあったりね。まあ歌番組とかね最近見ないから、テレビとかなかなか情報を取るのもねあれ難しいんだけど、まあ溢れすぎちゃってもう今選択できないっていう状況かな。うん、まあだからちょっとでも来年あたりはね、私もちょっといろいろね事情が変わってゆっくりできる体制をね取りたいなと思ってるんで、まあもうちょっとね深く音楽とね関わり、まあ趣味としてね関わり合いにできるかなと思うところであるんですけど、まあ今日はですね、まあちょっとお聞かせすることはできないんですけど、ゲットワイルドコンティニュアル、まあライブで聞いてねかっこよかったって思ってね、まあこちらのね、EP 版なんですけどね、アナログレコードを買いましたっていうね、ただそれだけの動画でございます。最後までご視聴いただきありがとうございました。ゆっぴでした。さよなら。